ここは瀬戸内の島、周防大島。温暖な気候のこの島では、それはそれはおいしい食材が揃うという。そんな島で立ち上がった3人の料理人たち、人呼んで周防おいしマンズ。包丁があればどこへでもイエロー寿司の岡本。島のおかんになりたいグリーンゴーの白鳥。イタリアンならお任せレッドワッファのザマ。食材を探し島人に会い、己を磨き料理を振る舞う。島の未来を切り開く食いしん坊周防おいしマンズ。周防おいしマンズが行く第2回目です。2回目です。はい、イエローの岡本です。グリーンの白鳥です。いや、天気も良くなってだいぶ暖かくなってきましたね。季節柄も本当ね、やっと春が来たね、うん、いや春といったら、うん、山の幸も多いし、うん、ね、たくさん美味しいものが出てくるよね、うんうん、山菜って言いたい。あ、そうね、山菜とかね美味しい山菜も出てくるよね、うん、岡本大将は山菜の中で言ったら何が好き？山菜だと、わらびがいいかな。私はタケノコが好きかな。おお、タケノコいいね。タケノコといったら、うん、イノシシが大好物でね、一番おいしい時をこう掘り起こして、うん、ね、鼻先を使っておいしいところを食べてしまう厄介者なんだけど。ほんとね、うん、許せんね、おいしいところ、うん、だけど三釜の方に、うん、森林の整備をしながら、うん、そのタケノコを、うん、こう生産を上げているグループがあるらしいよ、うん、そうなんだね、うん、なかなかタケノコ掘るの難しい系、掘り方とか教えてほしいね。そうね、あんま知らんもんね、うん、なんか今日タケノコ掘るっていう、そこのグループが掘るって言ってたから、うん、行ってみようか、うん、そうしようかね、行こう、行ってみよう。はい、おはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いします。今日はよろしくお願いします、はい。まず自己紹介をお二人していただいてもよろしいでしょうか。はい、まあ、美しい実を作る会の会長で吉金と言います、私は副会長してます原です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日さっき歩いてきたんですけど、ここの滝やぶはうちの近所の滝やぶと違ってすごい歩きやすくてなんか時代劇に出てきそうな昔の道みたいだなと思ったんですけど、まだだいぶ整備せんないけないですがね。そうなんですか。でも綺麗にされてて、こうね、今も日差しが入ってきてるんで、うん、うちにもあるんですけど、山がもう傾斜と、あと下がぐちゃぐちゃでですね、うん、どうしようもないなと思ったら、こう来ると全然違うなと思った。ぐちゃぐちゃいうのが結局、まあ、みんな枯れた毛がそのまま、ね、ボコボコしてる感じがあったんです、うん、ここ歩いててもすごいふかふかしてるなと思ったんで、まあこれでもまだ間引かなければ、うん、光がね、太陽が入ってくるのが少ないですよね、これは明るいといっても。ここは整備を始めて何年ぐらいになるんですか？4年目、そんなもんですね。一番初めはどんな状態だったんですか？やっぱりもう今竹やぶ。ああ、じゃあうちと同じのところなのか、うん、まあ大体あの枯れた毛を抜いていって、はい、初めて竹林になる。ああ、なるほど。だから段階としましてね、竹やぶがあって、うんうん、それから竹の林があって、はい、それと竹の畑がある。畑、今やっと竹の畑レベルぐらいまではなんとか来てるんですけどね。でも今日が今シーズンの竹の子掘りは初めて去年はどのぐらい取れちゃったんですか？
やっぱ2トンぐらいですかね。何本かわからない。何本それは出荷はどちらにされるんですか？今日も昼から呼んでるんですが、ね、はい、広島の業者が来る。あ、そうなんですね。ほんであとはもう JA の出荷に合わせて。竹の子、結構イノシシにもやられてると思うんですけど、はい、ここはどうやって守ってらっしゃるんですか？今の時期、ここは電気柵もやってますね。あれと今から歩いていったら分かるが、はい、あの竹の柵をした、うん、切った竹で、あ、切った竹、なんかちょっと歩いてくる時見ました。あの縦にこうね、そうそう、切れられて、あ、これそういうふうにやってるんだろうなと思ってたんですけど、やっぱあれが、はい、ここの特色ですね。他はやってないけど、まあここはその、はい、イノシシ、もう竹の子が歩いてたら、もうイノシシをどうやって、はい、防ぐか。そうですよね、うん、それにあの尽きると思います。そうですね、やっぱ一番おいしい時のを取ってからじゃあちょっと掘り方をですね、教えていただきましょうか、ね、はい、よろしくお願いします。まだちょっと全然知らないものですから一本やったら腰が痛くなるこれトンボっていうんですが、ね、トンボ、まずこれを見てください。この先っぽですか？先っぽです、はい、トンボがこう出とるじゃん、はい、こういう状態にあのおるんですよね。こうだ、こういうふうに分かれてる、こう、あ、はんはん、こう並んでますね。で、それを向きをこうなっちゃるから、うん、こっちから掘るようにして、こっちからですか？うん、どう言ったらいいのかな。この中の状態はこういう R を持って、こういう状態であの地下茎に根から出て、これを地下茎とすると出てるわけですね。ほんで、竹自身はこういう R、 まっすぐじゃなくて R を持ってます。ですから当然ここでくっついてますから、はい、こっちから切ったら一発で切れるわけですよ、はい、ところが R の側からこれ反対からすると届かん場合があるわけですね。で何回やってもその切れないなるほど、取れないということですよね。上を切っちゃうとか、そうそう、そういうことですね。あ、なるほどなるほど。だからこんなんでいいですか？こんなんでいいですか？とどめを、とどめ、なるほど。ここら辺かな、そう、お、おー、持ち上がった。おー、すごい。確かにすぐだ。僕らがやると2回3回なんですけど、会長がやると一発です。じゃあ会長の昔は神様って言われた。竹の子の神様。音がいいですね。ね、うん、あれですね、全部だから掘らなくてもいいってことですね。そうです、そうです、その掘る側の方をこう掘って、あとはこっちからグッて上げるような感じなんですね。そうですね。あ、そこにもありますね。あ、ほんまだ。でね、これで、どっちや。どっちから掘ろうか。こっちから。こっちだった。いやいや、間違っとった。違う。こうやってやっぱり周りを掘ってね。あ、じゃあ多少掘って。ちょっと。どっち向いちょるかやね。こっち向いちょるわけじゃけ。ここへ。そこをやるんですよね。こうね。
結構遠目の方から。遠目の方から行かんと、うん、傷つけちゃう。嫌だなこれ。これ背中じゃ。やっぱ逆じゃった。これわかるんですね。やっぱ背中じゃっていう。普通にやれよ。お、本当だ。やっぱ一発だ。一発で行くんだ。おお、本当だ。こうなってますね。全部出たらよくわかる。すごい。じゃあ大将。じゃあ、はい、ここはもうですね。もうわかる？で、こうなってるわけね。え？こうなってて、今こう生えてるじゃないですか。こっちが。で、こう多分こうなってるんですよね、下は。うん。いや、これは竹の子は横から出てくる。おお、なるほど。そう。で、それを叩き。ああ、そうそうそう、栄養がこっちに上がってきた。なるほど。取っても、まあ、取ってみた。はい、この辺を叩くよ。ちょっと周りほっといたらいいかな。周りほって、ま、曲がりを確かめる。あ、合ってるかどうか。どうですか、合ってますか。柔らか。柔らかいね。柔らか。ここら辺、ここら辺。そう。深くね、深くね。深く。いや。お。あ、ちょっと横になったかな。届いたよ。あのね、こう掘るじゃん。そしたら、タケノコこう傾くわね。ということは、これのこっち側を叩いてるからそうなの。ですよね。だから、もうちょっとこっち側行けばいい。うん、そうです。ここら辺に行きます。お、近すぎた。近すぎた。角度はいい。おー、いやー、あ、うまい。なるほど、こうなってますね。あ、綺麗に撮ったね。綺麗に撮れた。ここら辺が結構あると言っていますよね。いいじゃん。これじゃろ。はい。これは、し、しらたけ。しらたけ。一番いいやん。この下行かなきゃ。いけるか。なんか、なんか動いて。ちょっと動いて。ちょっと動いて。どっち動くか見ないで。場所よし、今度行った。おっ、まあ。手ごわいのこれ。全然ごわい。えい、お、おお、ちょこっと。こっちを切っちゃった。なるほど。大きいですね。こんだけしか出てない。でもやっぱもっとこう深いところなんですね。今取らなきゃいけないところは。これはやっぱ後々の、うん、本当はね、本当はそこへ肥料をやって、で、それから、そうそう、調理しようと思ったら、これは肥料だな。はい。大きいね。気づいちゃったけど。じゃあちょっと調理したら持ってきます。で、あの今日取ったやつを。そう。
いろいろ。マック抜けない。もう全部そう言っちゃダメ。力なんかあくなって。綺麗ね。どう行こうかな。ちょっと一回お寿司にしてみましょう。ちょっと味見しましょうか。はい。食べるときはちょっと考えなかった。味がどうか。はい、ちょっと味見させていただきます。Thank you.
味見したくてまずまだみたいな感じ、味見したくて。大将、今日も結構いいのが何個かできたね。そうだね、もうちょっと何か欲しいなって思うんだけど、なかなか。確かにね、吉金さんたちをあっと言わせたいしね。そうだね、なんかいいアイデアある？そうだ、あの人呼ぼう。あの人ね、呼んじゃう？呼んじゃいましょう。じゃあ、はい、せーの、ブルー。お待たせー、石鍋持ってやってきました。今日は何を、今日はタケノコを作った炊き込みご飯と、それとタケノコの土佐煮を土佐煮作ろうと思ってます。わかりました。じゃあよろしく、よろしくお願いします。はい、刻み昆布、これだとそのまま食べれるじゃん。あ、味も出るし、いいですね。いいやろ、たけのこご飯に豚肉。そうそうそう、やっぱり脂が合うんよね。あー、そう、さっきも話した豚肉は、脂がある方がいいんで、ね、絶対バラ肉がいい。バラ肉がいい、細かく切って、今日何時からやってるの？今日朝8時から。え、撮るところから撮る。今日朝一撮りに行って自分らで行ったよ、これ。そうですよ、しかもなんかいいタケノコのね、見分け方も教えていただいて。え、黄色いやつじゃない？黄色い、そう、上の方が白っぽいやつ、そう、それが美味しいって、それを掘らしてもらったんです。ご飯は何合ですか？5合。たっぷり。まあ、それぐらい量炊くのが美味しいみたいな。よいしょ。お酒と醤油が入ってる感じです。お酒と醤油だけ。はい、サワラを4キロぐらい。ここの醤油かしてもらっていいか。そうそう、やっぱり熱効率がやっぱ良くなるんで。はい。アヒージョですね。ニンニクとアンチョビと、アンチョビと唐辛子です。超具沢山。必殺。裏巻き。必殺は裏巻き。
今日一番重い。よいしょ。ちょっとね、新聞が欲しい。あ、これごと持って。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待って。食べとる。これごと持って上がろうか。まずいと思って。うん。おいしい。米抜けとる。抜けとる？あ、もう食べちゃった。食べちゃった。これ酢味噌にあの木の芽くつぶしたやつ入れてるんですけど、これをとあと塩、この柔らかい先っちょの方はすごく柔らかいので、うん、早く食べたい。間違いない。はい、分けて大将。ちょっと甘いじゃないですか、先っちょの方が。なのでちょっと塩を少しかけてもらって食べてもらえやなと思ってます。で、この下のやつが、土佐煮、土佐煮を巻いてありますロールになりますが、そちらをちょっとまた食べてもらえればな。じゃあ、いただきます。はい、いただきます。どうぞ。いただきます。あ、いい音がした。うん、いいタイミングで、いいタイミングで電話が鳴っております。じゃあ、塩の方を食べてもらってですね。はい、はい、塩。どうですか。タケノコの握りっていうのは初めて、初めてですな。カズノコみたいに見えますよね。見た目がね。料理の作り方ですね。お、いや、タケノコですよ。うまい。タケノコです。本当に。本当です、本当です。今日朝採れたばっかりなんです。うん、美味しいですね。美味しいですよ。美味しいですよ。大島町長から出ます。大島町から出ます。あ、すみません。町長、タケノコ美味しいって言うよ。よろしくお願いします。なんか悪いことしない。あとはこちらが土佐煮ですかね。油まい。土佐煮と、あとこれは熊本の方で食べるらしいんですけど、味噌炒めにしてあります。いかがですか。でこれ土佐煮ね。うまい。美味しいですよ。土佐煮です。あれ、やっぱりフランスパンに合いましたね。オリーブオイル。そうなんですよ、合うんですよ。非常に美味しいですよ。今日はありがとうございました。ありがとうございました。朝からあのいろいろとこう掘り方から教えてもらって、でもその取ったやつを今日こうやって夕方あの持ってきて皆さんに食べていただいたんですけど、いかがでしたでしょうか、深井ちゃん。いや、本当美味しかったです。
普段、普段は家で嫁さんの料理を食べておるんですけどね、うん、当然ですけどね、うん、それでもやはりちょっとどこの全然味が違いましたね。いろいろね、はい、そうですね、食べ方をちょっとさせてもらいましたね。会長はあと今度はまた郷の家行って食べさせてもらいたい。それいいですね、今の時期しかこうね、タケノコも掘れないですから、うすね、うん、こういうのも今しか食べれないなって思いますので、うんうん、ね、また、本当に良かった、良かった、そうそうそう、美味しかったです。